そう私も先週の金曜日の朝からナビゲーター、はい、になりましてですね、ねめそのように <laughs> <laughs>、まあ、パーソナリティと言っていたんですが、はい、どうもこの秋からの編成で、うん、FM ハローはナビゲーターということになりまして、ね、ナビゲーターっていうと、なんかさあの、自分の車についてるやつみたいな感じですね <laughs> ナビみたいなねそうあるいはなんか、助手席に乗ってるときみたいな感じがするんだけども、だから自分が主役じゃないということなんだよ。 ナなるーどつまり番組のそれぞれのコーナーの案内をしていくというかそういうことかうんそういうことなんですよじゃあこの番組はいいじゃないですか<え>もう冠ですからこの番組はパーソナリティです、うん、そうだね <laughs> <laughs> もうね、なんかまだ慣れないんですけど、皆さんね、はい、あの夕方の番組もねあ、もう3時からだから、はい、あのもうって今、1時<あ> 1> ですけど、<laughs> 今は放送上1時なんですけど、はい <laughs> はい、だから3時から今ね、あのうん、始まってるじゃないですか、ね、LIFEWITH という番組がね、はい、でこれと、だから小籔さんが、えーと、月曜日と水曜日と木曜日、はい、多いね。 3日,目だよ3日も、ね、すごいですね。いいで,ねうそうで北島直子さんが火曜日と金曜日,今日金曜日金曜日だね、うん、ということなんだよね、うん、ナビゲーターだよな人達も。ですね。はい、あ番組始めなくちゃはい、はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソエルフラワーズの提供でお送りします。<Yeah! Ride! S 1> ソイルフラワーズプレゼンス伊藤圭介の

えー、なんでこんな急に今年はきちっきちっと変わってくんだろうっていうぐらい、はいうん、気温がぐっと下がったねねですね、うん、だからうちにいてあ、なんか寒いから、毛布持ってこなきゃとか、そんな感じに、うんえー、なってきましてですねだからもね今日からヒートテックですよ。まあ、今日日といいうか昨日か昨らか早,<い> <laughs> 早い 早いさすがにちょっと寒いなと思って <laughs> ヒートテックはでもそれにしても早いなと思うんだけど <laughs> そう,、うん、そうなるほどねまあえー、っと先週はねちょっとあのバイパス沿いのススキがたくさんみたいな話をちょっとしたんだけれども、はい、少し背中を押した子孫が少し黄色く鼻をつけてきてでもま,まだ薄い感じなんだけども。うん これまでに比べると勢いがないなってやっぱ思うんですよ。はいうん、でねちょっと調べたんだけど、セタカアワダシソウっていうのはまあ、はい、北米原産のもの。<う>なんか明治時代に<う>あの輸入したらしいよ。その日本が<ー>あの演芸のために<う>なんか輸入したらしいんですけども。鑑賞用だったんですかね。鑑賞用じゃん。<は>お花にこうなんか。 うん、使うとかいいけばななみたいなに、ね、そういうこともあったみたいなんですけどただ圧倒的にその生田和の思想が増えたのは、うん、あの第二次世界大戦太平洋戦争が終わった後、はい、これはねあのアメリカからいろんなものが 物資が入ってきたりする、はい、そういうのに生田川端草の種が <laughs> いっぱい付いたらしいくてそ,<う>それがあちこちに散らばったらしいよすごいですねすごいよねで。まあ外来種ということで、はい、昭和40年代はめちゃくちゃ増えちゃって、うん、で あの平屋のお家なんかはセイタカワダシに倒されそうなぐらいの勢いだって書いてあったのすごい怖い,わすごい怖いでしょ、はい、でその頃はそのなんていうのかなモグラとかですねネズミとかが住んでいるような土地って結構ねその肥料がいっぱいあるっていうか、はい、そういうとこだったらしいんですよだから地中深くまで根が、うん、セイタカワダシの根が入ってそれで上にもすごいでかくなったっていうことなんですねで最近はそうでもないんだよ せいぜい二メートルぐらい行ってもね、<ー>そう、で。なんでかというと、その地中の養分がもうなくなってきちゃったっていう。ああ、そっか。そう。 であのだから旧耕田とか、はい、その空き地みたいなところに昔はいっぱい生えていて最近よく生えてるところは新しくできた道の脇、はい、つまりバイパスみたいなところの脇そういうところだったんだけど、うん、バイパスもできてから何年も経って、うん、そこの養分をだいぶ俺は清田川出し相が吸い尽くしちゃったんじゃねえかなっていう。<laughs> 思うんですよだから一時はススキが全然負けてたのが、うん、今年は圧倒的にススキの方が強い状態でいるので生太川和田思想は滅びていく運命にあるのかもしれないよ。そうなんですかね、うん、でもお花とかなんかはね乾燥させるとねーハーブティーに使えるっていうんだよ生太川和田そうがそうなんだ役に立つお花らしいようん実は、うん、あんまり飲みたいと思わんけどな、まあね、あやっぱ地下茎がすごいらしい。 だから、はびこるような感じので増えていくっていうかさ、強いんですね、強いんだね、なんていうの、風媒花ではなくて、要するに花粉を飛ばして増えていくっていう感じじゃなくて、虫が運ぶみたいな感じの感じらしいんですけどね、だから花粉症とかもあんま関係ない、よくブタクサに間違えられるらしいんですけど。そそううだだとでも 違うらしいうやったり悪者にされたけど実はそうでもないらしいういう話ですでも家でひっくり返しても嫌だね揺つされるとねそうだよねその勢いすごかったらしいねだから平成になるぐらいからだん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 そういう勢いは衰えていったっていうんだけどね、うん、だけどほら平成になってからも新しい道路を作ったところはやっぱまだまだ,まだまだまだ肥沃な土壌があるところに <laughs> 増えたんだねでねあの ちょっと前に、清高は立ちそうっていう小説が芥川賞を取ったんだよね。読んでないけど。読、うんでないけど、その話は。なんか、あの。九州だか、どっか。沖縄の方の島かな。なんか。女の人が、自分の実家の。はい、なんかもう、誰も住んでないところなんだけど。うん、そこの。 んかそれってすごく僕なんか自分のことのように思ってしまうような話なんだけど <laughs> そのまんまじゃないですか <laughs> そのまんまだけどあ<ー>僕はせ択か私とは <laughs> あは借りませんけれどもそうあそういうやっぱどこもそのなんていうのかな地方に空き,が空き家が出るっていうのは今は問題になってますけれどもうそういう人って あちちこにいっぱいいるんだろうなって思いましたけどねさて今日なんですけど10月9日熟成肉の日先週もいたけど熟成肉あと熟成ウインナーの日からアメリカンドッグの日。 マカロンの日、サイコロキャラメルの日、仙台牛の日ということで、はい、今日は食べ物だなと思って、秋の味覚というね、メッセージテーマにさせていただきました。うん、どうですか、秋の味覚は大作さんは、秋の味覚、召し上がってますよ。はい、この間ね、ドビンムシをいただきましたよ。ドビンムシ、うん、美味しいね。うまいよね、それね。 一番なんかちょっと高めのところから来ましたねたまたまね松茸から来ましたねたまたま行っちゃったたまたま行っちゃったなんかいいねなんかあったまる感じだねでもねそういうのはね秋から冬にかけてこう今まで気温が下がってきてなんかひんやりするような時に体を温めるっていういいですね熱感と一緒に暑寒と一緒にねやっぱりこう美味しいものが実ってくるっていう時だよねそうですね 魚なんかも美味しくやっぱりそうだね僕昔お寿司屋さんでアルバイトしたことがあるんですけど、はい、その時にやっぱね夏よりあの夏はねあの小肌みたいなものを食べた方がいいよっていう閉、はいはい、めるじゃないですか、ねはい、光り物で。うん、で小肌はいいんだけどでも他のやつはもう少し経ったかの方が脂が乗ってくんだよとか言って、ね、言われたことがありますねお寿司屋さんでね。うん で実際あの、しめ鯖って一年中あるみたいですけれども、はいうん、でもやっぱり秋口の方が脂がのってきておいしいていわれますよね、うん、そうだからしめ鯖の美味しい店に浜松でも行ったことがあるんですけど、はい、そこで作ってるあのお母さんが「いやもうちょっと足すとね、うん、もっといい鯖が入るんだけどね」って、うん、僕、その時行ったのは多分8月ぐらいだったんですけどそ,っかそれよりも、まあ、と9月になった方がっては言われた。 行きましょうじゃそこうめちゃめちゃ美味しかったですけどねそうまあしめさばはねいろいろなお寿司屋さんなんかでもねしめさば食う女の人はねっていうおばさんもおかみさんもいたりしますけどねそういうおかみさんもいますけどねこのビルの近くのそうですすぐじゃないですかもう一部じゃないですかもうそう言っちゃうと分かっちゃいますけどねさて 皆さんからいただいてるんで、はい、ちょっと紹介してから曲に行きたいと思いますけどそうですね、うん、あこれはねお礼のお便りまずちょっと紹介しておきますけど、はい、ポチャコさんはい、ありがとうございますポチャコさんとこほらお花を送りましたよねあプレゼントね,ね,ねはい、ありがとうございます、ね、お花届きましたというお礼のお便りです、うん、よかったよかったありがとうございましたおばあちゃんに会いに行くときにプレゼントします、うん、ちなみにおばあちゃんは 今月日でで歳す元気に長生きしてほしいです。90っていうのは、白寿は100から1引くから99。90は 30?30 って 88? 傘と書く。傘と書く。卒九十卒寿だ。卒業の卒の。 あ、だね、九十、はい、って書いて卒と読みますからね。うんうん、はい、あ、おめでとうございます。ますね、うん。あまあ、ずいぶんやっぱりこう長寿の方がですね。はい。あの、増えていらっしゃいましてね、皆さんも元気ですよね。ですね。で、でも、やっぱ健康長寿という方もやっぱり浜松はすごく多いわけだから。はい。ね。やっぱり健康にいいんだろうね、食べ物も良かったりとか。うん。あの。 日照時間長いとか、そういうことも、ね、気候がいいということだと思いますけどね、なんか冷えてきたな、さっきちょっと寒くなったなっていう話をしましたけれども、全国の天気予報を見てると、それでも静岡は割と、うんま,だね、まだいいっていう感じ。うん あの火曜日あたり、こちらの方がですね、はい、17度とか16度の時に奈良の天気をたまたま見たの <laughs> 12度だったやん、昼間。<ー>冬だよね、だから、まあ、地方によって全然違うなというふうに思いましたけども、はい、さあ、えー、秋の味覚はこちら悩み大き伊藤圭佑ラブさんからいただいておりますが圭佑、はい、さん、大作さん、こんにちは昨日8日は。 二十四節気の寒露でしたね寒い梅雨、うん、夏服をしまい秋冬服を出して衣がえをする方も多いそうですそして秋の味覚はさつまいもかなとああ<ー>、ね、芋ね、うん、最近はスーパーの入り口で焼き芋を売っていて焼きたてを食べることができます、えー、私は焼き芋にバターをのせて食べるのが好きですとああ 聞いたことあるけどねやったことない。ボンベは取んない。バターを乗せるのはじゃがいもだと思います。そうですよね。でもなんか美味しいみたいですね。あ、そうなんだ。なんかこそうだよね。なんとなく。あ、カロリー高い。でもいいじゃん甘じょっぱい感じになっちゃいますかね。そうかな。あ、食べたくなっちゃいましたって書いてあるんだけど、あのスーパーの入り口で売っていてっていうのと、最強だからそういう。 スーパーマーケットのようなところで、うん、こう焼き芋ですとか、はい、甘栗ですとか、うん、なんかこう焼き鳥とか、うん、結構いろいろそういうものを売ってますよね。はいはい、ありますねいろいろね、うん。昔はもっとそういうところじゃないところで売ってるものが多かったんですけど、うんうん、やっぱ店舗のこう大型店舗の駐車場をちょっと曲がりするような形で車で移動販売車みたいなので,、うんですね、売ってたりとか。 っていうのもありますよね。いい匂してくるんですよね、あれね。焼き芋屋さん昔でもうちの周り走ってましたけどね。走ってましたよね。今どうなんだろうね。あ、見たことないんだけど。最近見かけないか。昔、いしんきん芋って言ってやってましたね。芋芋みたいな感じでね。早く来ないとちゃうよ。そう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 。うん。 芋屋さん待ってくれっつって追っかけてったよね小学校の頃とかねそう割とゆっくりで走って徐行しながら走ってるみたいなんだけどどんどんなんか遠ざかってうみたいな多いっていう感じだったんだけど多分自分のスピーカーの声がうるさくて聞こえてないですよ呼び止める声がそうだねそうだね確かにうんはい最近ああいうのテープが多いんじゃないのテープまあテープ多いですよねテープ増してるんだよねテープ 自分でこうやって、まだ <laughs> しゃやってないですいんね。焼き芋、まずきましたよ、さつ、ねはい、まいもね、まさに秋ですね、うん、でやっぱりあちょっと似てるけど、三代目恋するエルニーニョさん、はい、秋の味覚といえば、うなもの羊が作ったうなぎ芋だら <laughs> っ<あー> <laughs> 来ましたね、これもさつまいもですから。まあそうですねね、うん 昨年カセットコンロで石焼き芋が焼ける窯みたいなのを買ったもんで今年もうなぎ石焼き芋にして食べたいですとえカセットコンロで石焼き芋ができちゃう家で作れるんですね家で作れるうなぎいも買ってきてやろうというはい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 はなはい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 といは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 いうそういはそうなの繊維いうなはいはいういはいはいはい 皮の成分なの、繊維とか、やっぱり<ー>、うなぎ、石焼き芋、どうなんですかね。さつまいもの皮には、あ、書いてるよ。さつまいもの皮には、うん、やらしそうな名前の成分の。やらしそうな名前の成分の、<laughs> やらぴん。というのが含まれていて。<laughs> やらしそうだよね。やらぴん。<laughs> さつまいも皮に含まれている。そのやらぴんが、消化を助けてくれるから、お,<う>おならの量が減るそうです。 へそうなんだおガスにならずに、うん、なんていうの、うん、もう即消化しちゃうの即,即消化身になってくるんだよね <laughs> <laughs> そういうことだよねお<ー>、うん、やらしい僕の場合はさつまいもを食べなくてもお腹がプップかプップかじゃおならがプップかプップか出ますけど、うん、なるほどね、うん、君自身がやらぴン えっと、意味わかんねえ <laughs> そうあとあれね割とごぼうとかもよく並んでると思いますねあ言うねうん,うん、うん、ごぼうとかねさつまいもよりごぼうの臭いんじゃないかっていう説もありますけどね <laughs> それはちょっと調べたことがないんですけどあ<ー>でも風雪では、うん、あのちょっとごぼうの臭いんじゃないかっていうちょっとじゃあこれ調べてもらおううん、うん でも同じ芋でもじゃがいもではそんなには感じますまあ言わないですよねじゃがいもあんま言わないね、うん、さつまいもでも言わないですねうん、うんうん、里芋もあさつまいも言うけど里芋は言わないよねい、うん、だからエビ芋も言わないですけどね聞かないね <laughs> <laughs> そりゃ聞かないわ <laughs> <laughs> やっぱりさつまいも独特の何か,、ねうん、かあるんだろう、ねうん とということでリクエストね芋筋トリューに来てますねちょっと今週はちょっと待って,て、ねはいまたね、うんはい、1曲目いきます、はい、えっとですね2012年のアルバムに入ってたんだけども、うんはい、ゆい YUI のゆいさんの曲を聴いてみましょう<ー>ちょっとここのとこ雨っぽいなとか、うん、明日ちょっと大雨じゃないかなとかいろいろ心配してますけれども、はいうん、曲は「レイン n ゆいで「イン聞い聴いてだきましたもうずぶ濡れです <笑><笑>ズムズレにはなりたくないんですけどね、ちょっと台風14号、とっても心配なんですけれどもね、やっぱりこう急にこう、なんていうんですかね、こう北上してきて、日本列島に向かってきてから、くっ、はい、とこう右折するような感じの台風っていうのは、そんな感じになって、うんうん、この前、12号でしたっけ、あれはもうかなり曲がってくれたんで、太平洋上行ってくれましたけれども。うんもう 今の時点では、まだちょっと分かんないところもあるんですよね、そうですね、うん、この辺がいが土曜日、日曜日ぐらいですか土曜日の方があるんですよね、土曜,であの土曜日はもう大雨っていうふうに予報が一旦出てましたけど、はい、その後どうなったか分からないんですけど <laughs> あの、日曜日はもう上がってきてるっていうかね、<あ>この静岡のたりはね、土曜日、私、松本で。ほう 松本山が f c バーサスジュビロ磐田というね、<ー>で遠藤保仁選手がジュビロに入ってきて、もうあの一緒に松本に行くっていう、発表されてるんで、出てくるんじゃないかっていうふうに思ってますけれども、ちょっと楽し,それは楽しみし、ですお天気がね、お天気が心配ですよね。ううん、もう嵐の中で遠藤デビュー っていうことになりますたね。はい、やっぱり嵐を呼ぶ男ってい,う、ね、あい,いじゃないですか。ね、オウイラはドラマ <laughs> 古いぞ <laughs> お前っていう。<laughs> あと問題たどり着けるかどうかですね、甲府までね。甲府じゃないよ、松本さん、さらに先だよ、さらに先だやめてください、甲府っていうのは、今週の火曜日にね、沼津とね、バンラーレ八戸の試合を中継したときにね、最後それまで八戸、八戸って言って中継したのに、最後にちょっと丁寧に言おうと思って、のバンラーレ八戸って言うとしたら、バンラーレ甲府って言っちゃったんでね、だから甲府はバンフォーレ甲府なんだよ、だからバンフォーレとバンラーレ似てるよなって思ってたら、つい言ってしまう、思っちゃいけないんだよ、これは。 忘れなきゃいけなかったんだけど、甲府 <laughs> のことを、また、また怒られてしまう。うん、あれね、だけど、すぐねあのあの、車の中継車のディレクターから、僕の耳にね、うんはい、今、甲府って言いましたよねって言ったから、<laughs> あっと思って、すいません、甲府って言っちゃいました <laughs> すぐ謝ったから、まだよかったですね。こちら ジュビロ大好きタカさんからいただきましたありがとうございます、はい、えー、リクエストもいただいておりますんでねまたちょっとこれ取っておきますけれどもスケ、うん、さん大作さんこんにちは先週の放送で友人の音楽研究者綾子ちゃんだっけの研究解説文を読んでくださりありがとうございました本人に YouTube 映像を送ったところとても喜び感謝していました <laughs> そんなな送るようなほどでもないと思うよ <laughs> 一応まあ紹介してる証拠というかねい、ね、岩たに住んでいるご家族にも映像を送ったところとっても喜ばれたとのことで僕も嬉しく思いましたうんいやなんかその方の映像ないんだけど僕らの映像だからね,ね <laughs> 送られたのは内容は喋ってますけれども。<laughs> はい 恥ずかしいねなんかそんな立派な研究に対して、うん、この番組で「へえウエスタンで、ね、いいのか」っていう感じ,じなで申し訳ないですよねもうち,ょっとちゃんとした番組で,そうです、ね、はいで,、うんはい、<laughs> でえー、まあ高さもとれでうれしかったっていうことなんですけども「はい、今後の研究の励みになると思います」と書いてくださっていますありがとうございます、うんまあ、ぜひですね まあ、今年のノーベル賞は間に合いませんでしたけどもノーベル賞いノーベル賞のシーズンですからね <laughs>、はい、目指そう目指そう今週のテーマの秋の味覚、はい、たくさんありすぎて選びきれない気がします、うん、確かにたくさんあるよね,あるね小さい頃から好きなさつまいも 今日もう2回出てきました,たね。二回出ましたやっぱさすまいも来るね、うんうん、焼き芋にしてもふかし芋にしても美味しい、うん、スイートポテトも忘れてはいけませんカッコはない浜松には確かうなぎもがありますよねってねさっき三代目恋するエルニオさんもね,、うん、ね言ってましたけれども、はい、そうえーと まあ大学芋なんていうのもね<あ>よくね売っ、ね、たりとかそうふかしいもっていうのはそのなんていうの、うん、お釜でふかすっていうことだよね、はいうん、蒸気でふかすかそうですねそういう感じですよねあれは何その例えばじゃがいもでやると粉ふき芋的な感じになるとかそういうことですは ね、でも昔よくおばあちゃんとか作ってたねそう昔だからうそう焼き芋っていうよりお家でやるのはこう,うふかしたお芋だったかなと僕もねう思いますうちは母はどうしたんだろうねどうやってやってたのかね炊飯器とか使ったのかねあ炊飯器でね昔は炊飯器のこと電気釜って言ってましたけど今でも言う人いるんでしょ <laughs> <laughs>、えー、で 秋といえばやはり栗栗ね他のテーマの時も書きましたがモンブラン好きですねとねほうやっぱ栗はいいな栗この前いただきましてね私もねいただき物しましてね渋皮煮を食べましたこれ自分は作ってもらいましたあそうなんですね大変だね栗の殻剥いてやって結構 怪我しちゃったり僕はそういうね、まあ、そういう危険なことには手を出さない、ね、仕事から仕事から出来上がったものを食べるという話なんですけどね <laughs> 栗に関してははいえー、であとはかぼちゃも秋の味覚ああそうですね これね、今の出てきた順番に言うと、芋栗南京、ありますね。あらやだ。はい、そういうお店もありますけども、芋栗南京、これ宣伝料もらわないと。さつまいもと栗とカボチャ、芋栗南京です。はい。ええ、魚町です。魚町です。魚町の一番ね、あの湯の木通りに近い方のところ、はい。ありますんで、ぜひ皆さん、階段頑張ってところ。 <laughs> はい、<laughs> それで、えーと、小さい頃は少し苦手だった覚えもありますが、かぼちゃね、はい、でかぼちゃの煮物が大人になってからは好きです、うん、かぼちゃプリンもいいですねとか言って、かぼちゃ煮物、そうだね、小さい頃ってどうなんだろうな、僕ね、甘いのってさ、ご飯のおかずにあんまり向かないっていう感じがして、あだから、うんうん、かぼちゃはかぼちゃだけで食べちゃうっていうか、かぼちゃだけってどうやって食るんですかね、あれ。 煮物じゃないですか煮物だよねかぼちゃ煮物が多いよねやっぱりあと天ぷら天ぷら天ぷらも美味しいそれからあとは味噌汁に入れたりもするはあはいはいはいそれも美味しかったと思いますけどねはいはいはいかぼちゃプリン最近はかぼちゃプリンありますねおしゃれなおしゃれなパンプキンプリンとか ああもう言いにくいそうですのでパンプキンプリンでもさ英語「パンプキン」っていうのはこう日本のかぼちゃとは種類が違うんでしょ要はまたまあちょっと違うんじゃないですかねまたハロウィンのかぼちゃの話になっちゃうかもしれないですけど食べられないかぼちゃの話になっちゃうかもしれないけどパンプキンプリンっていう名前を公にしてさだまさしさんの曲ですかねえそうなの?「パンプキンプリン」と「なんとかパイ」だよな、はい さんなって今、池さんに振ったけど、多分知らないだけ、ぎょとんとしてたもん池さんなら何でも知ってると思ったんだけど、わかんない、わかんない、パンプキンプリンとシナモンティーかな、パンプキンプリンとシナモンティーかな、それはあの曲があるんですよ、もうちょっと早く思いつけばかけたんですけどね、すいません、今思い出しながらやってるもんですからね、これがね、 生放送のいいところで、はい、生じゃないで <laughs> すいません。すいません、昨日喋ってますけど。はいはい、んということで、えー、この人はこの3つを挙げてくれましたがうん、うん、あとこれ芝栗も好きです。芝栗ってどういうのえ分かんない。芝<ば><栗>犬の芝に栗です。芝栗、うん。り茹でて食べると自然な甘みが美味しく感じられますって。<ー>どういうのどんぐりみたいなやつ いどんぐり <laughs> 違うよねまあでも栗の何か種類であるんですかね<ー>そういうのがそうだね小さい頃祖父が家の近くから、えー、近くの山からたくさん拾ってきてくれました母が皮むきに苦労していたことを思い出します、うん、小さいんですかねじゃねどうなう、ね、のかなうん、うん、<laughs> まだあった最後にしいたけああ<ー>これは焼きしいたけに醤油とバターこんな組み合わせが最高かなうんうんうん、うん 先週の放送で今日が牛肉の日でもそう仙台牛の日で,、ねはい、でもあるって言ってたような気がしますそう言ってました、うん、牛肉も最高に美味しいですよね静岡県にはたくさんブランド牛があるし、うんえー、ステーキにしても焼肉にしてもパァーの源です、えー、秋の磨く美味しいものをたくさん食べてインフルエンザやコロナに負けない体力をつけて元気に過ごしたいものですねということですいや綺麗にまとまった今やっぱ食べるということはね人を良くするというふうに 書きますから感じでおですごい金髪先生みたい <laughs> <laughs> そうです、はいえー、ということでまあ皆さん健康に美味しいものを食べて健康にそうですねもう一枚ここ「どんまし」さって言うかなはいえー、大作さんこんあ違う圭介さん <laughs> 違う違う途中から読み始めちゃって自分の名前を逃しました、うん、ケスケさん大作さんこんにちは <laughs> あと秋の陽子さん秋竹城さん千秋さんこんにちはって秋の人に言ってるの秋だけにねそしてジョージ秋山先生のご冥福をお祈りしますはい <laughs> もう前置き長いぞ <laughs>、うんえー、秋の味覚栗ですね先日栗拾いに行ったら私より先にリスが食べていましたこれが本当の点て点ん行てんてんったら最後今日が最終回になるかなやめなさいはい 違うものです。<laughs> 本当にね、はい、えー。違うもの、鮭ですよ、秋鮭、ねえー。貧乏人どもはサンマでしょうが、私のような貴族は秋鮭です。口の中で程よい脂が溶けて <laughs> 美味しい秋鮭。これこそ秋の味覚です。先日行きつけの寿司屋浜寿司駅美味しくいただきました。<laughs> 吐き酒はぎ、ね、<う>さは二缶一皿五十円でした。<laughs> <い>ね、サンマは二缶百五十円でした。すみません、貧乏人は私でした。<laughs> 発言を撤回してお詫び申し上げます。というドンマイさん,うーん,、うん、うまくまとめましたね。ねはい、<laughs> そうか、今サンマの方が。なんかあるんだね。ね高級になっちゃいましたよ。あのー、なんていうのね、量としてね、あのー。 サーモン系はでですすねね非常にたくさんんあるだからその回転寿司はサーモンをいろいろ工夫したですねお寿司が多いですよね。そうですねいろんな焼いてみたりマヨネーズつけてみたりいろいろねいろんなやり方があるんですけどももうこれも大人気ですね子供たちなんか本当好きですもんねサーモンをね私はサンマ食べたいなって思ってますいいですね。 サンマのね、やっぱり大きくなってからだね、サンマの刺身が食べられるっていうか、昔は、最近だよねそう昔はだから、足早いからさ、あんまサンマの刺身なんてあんま出してないんで、サンマはもう塩焼きだよっていう、そういうことでしたけども、今は結構ね、サンマの刺身やってくださったとか、結構さ、骨をね、抜くのにめんどくさいんだよね、結構ピンセットでやったりとかさ。 しそれの手早くやんないと新鮮じゃなくなっちゃうからう、ね、<laughs> あまり手でベタベタ触るわけにいかんし。と、はい、いうことでまあ、うん、さんまのお刺身は最近は増えてきたから、はいまあ、いい時に僕は大人になったなと思いますけどもね昔は絶対に <laughs> その刺身は「えっ面倒くせえよ」って言ってやってくれなかったかもしれないですよね。うんうん、あのあのさんまの刺身上上手なあの切るの上手なな切る方やつだと、はい、また めめちちゃゃ美味しいですけどね切り方でね切り方でね切り方だったら違うねお刺身はねうんはいえっとあい曲目いっちゃおうかないきましょう2曲目いっちゃおうさっきはねレインでしたけども今度はですね中西康でいきたいと思います最後の雨中西康さんで最後の雨もう5分近くうん 愛を歌い上げたというそういう感じだよね <laughs> んなんか切なくなっちゃうんですよね,ねやっぱこれだけこうなんていうんですかね力を入れて生きてかれないなもうもういいでしょもうなんかずっと肩の力抜けまくっちゃいまして <laughs> な,んまなんかまるで宝住民のようになってしまって <laughs> いいですよそれふにゃふにゃしてますけどね、私はね、は仲、い、にしやすし、<laughs> ああいう歌い上げた最後の雨、これは92年にリリースしたんだけど、はい、98年までに90万枚を、もうずっと歌い上げ続け、売れ続け、みたいな90万枚っていうのは、すごい人だった名曲でよというふうに思いましたね。 さえ今日10月9日なんとかの日っていろいろ言ったんですけどね、最初に来たのは熟成肉の日ということで、最近は熟成肉のお店とかも結構あってですね、増ましたね、浜松市内にもありますけれども、あそこ、ブルーブリックステーキハウス、そうですね、りちゃんのところですね、もう全部行ってきますからね、知ってる人全部全っ出すから、全部すっ、に、はい、あとなんだっけ、今日トラックの日でもあるんだって、でね、19だからね、とうに9だから。 全日本トラック協会、うん、ね今ね、国内貨物輸送の9割がトラックということで、はあ、もう要するに物流は、うん、国内の物流はもうトラックなんですよね、そうなんだ,だからやっぱり、道路事情っていうのは、大変だと思うんですよね、うん、ちょっとなんかあれば、やっぱり流通、滞ってしまうというようなことなんですね、トラックがそれだけもう大活躍をしているということではありますけどもね、はいはい、ありがたいですよね。でねうん、はい とということでまあでも最近ほらあのドライバーの方がちょっと不足しているとかね、はい、そういう問題があったりするじゃないですかんであちこちでそんなに人手がないのかなと思ってしまうんですけれどもやっぱりみんなやりたがらないんじゃないですか一方ではでもなかなか仕事が決まらないとかですねうん、うん、そういうのもあるんですけどもそれは選んでるってこともあるんですかねいろいろね分かんないけど、まあ、あるのかもしれないですね。うんねうん ということで、でも、なん、なんかね、やっぱり、こう、いろんなところにうまく潤沢に人が回らないと。仕事が動かないので。結構大変だと思います。けはい。花粉車はいかが。花粉車今、絶賛募集中です。募集中。そうなんだ。本当です。あのね、特に、まあ、もう、今、いいですか、時間。いいよ。いいよ。あのね、お花屋さん経験者を今、求めてるんですよ。お花屋さん経験者。お花屋さんで、今、働いてる人。今、ほら、配達してる。 今、おに屋さんで働いてる人、転職を考えてたら、ぜひ、社まで転職じゃなくて引き抜きじゃない、まだ誰とは言ってないもん、今ね、たまたま配達中に放送聞いてたりしたらね、できればね、そう、経験者、何年か前でもちょっとブランクがあってもいいので、経験者の方がもしいたらね、ぜひちょっと一度ね、花粉社のホームページ見てもらえれば、細かく書いてあるんで。 その経験というのは、いろいろお花を、なんていうの、祭壇を作るとか、祭壇作るまでいかなくてもね、お花屋さんでのそういった花束とかアレンジメントとかね、作ったりとか、結婚式のお花やったり、お葬式のお花やったりっていうところの経験がある程度あれば、こちらとしても、スタートが早いのでなるほどね、即戦力求むということですかね。 じゃあ遠藤康人さんのような方にそうですね来ていただきたいああもうまさに <laughs> まさにいや日本代表だぜ <laughs> 日本代表のお花屋さん一つお給料 <laughs> 出せませんよ <laughs> <laughs> はい、えー、ということでねなかなかどこも人手不足ということでございますけれども、はい、なかなかね、うん、さあそんな中で人手はなくてもやっぱりみんないろんなおいしいものを食べてですね、はい、倍働こうという <laughs> <laughs> 秋の味覚、し右衛んさん、はいすけ、えー、さん、大作さん、こんにちは、こんにちは週末は台風の影響が出そうなので、お天気が久しぶりに荒れもようでしょうか、おかげで気温がぐっと低くなりまして、昨日ぐらいからさすがに半袖では辛くなってきました、きっとね、し右衛んさんは、これ、自分が読むとしたら、半袖っていうふうに読むと思いますけど、えー、私は,は、ね、半袖で読ませていただきました、半袖ですよ、半州地方では、<laughs> うん、半袖、半ズボン。半ズボンうん、うん 半半袖半ズボンだねそろそろ本格的に衣替えをした方が良さそうですが半袖半半袖袖って書いてあるけど <laughs> 半袖短パンの季節感ゼロの小僧のような元気さはもうないので腰やお腹を冷やさないような腹巻きも用意しないといけません、うん、冷えは万病のもとですね結構新玄さん湖近くでお仕事されてるから余計冷えるんじゃないかなと思いますけどね,ね、うん、気をつけてくださいね。ね さてそんな秋らしくなった今日このごろスーパーに行くと果物がいっぱい並んでいます色とりどりのぶどうが目を引きますねうん、うん、先日行った浜松駅前の百貨店地下ではいは一体誰が買うんだろうというほどの高額なシャインマスカットが売られていましたさすがに粒ぞろいで色も大変綺麗でしたが庶民には手が取れません <laughs> ライトアップされて大変美味しそうでした私はブドウの種がない 種なし巨峰が好きですこれいいんじゃないですか昔はやっぱり種あったからほとんどのブドウに今本当に種がなくなっちゃって食べやすい一体どこから子供を増やすんだろうっていうぐらいあの種なしぶどうが多いというね、種なし巨峰もできましたこれが好きなんだシんやもさんはベトベトになっていつまでもダラダラ食べてます甘くてジューシーまた食べたいなという巨峰の場合は あの紫色小さい頃ころ色水とかつ作るじゃないですかあの夏休みとか巨峰なんか食べた瞬間にも全部色水みたいな感じで <laughs> 紫色だみたいなまあアントシアニンたっぷりということなんでしょうけれどもねうん,うん。う 最近目かすみますんでね、ちょっとそういうものを私もいい、ね、食べた方がが、ね、いいですね。うん <laughs> バックスタンドがね、見にくくなってきましたんで。<laughs> えー、昨日、山奥に住んでいるお客さんから栗をもらいました。伊賀<ー>から出して干してあったので、今日は後から剥いて栗ご飯でも奥様にお願いしようかと思ってます。栗ご飯は欲張ってたくさん栗だけを食べると。 確実にむせます。<laughs> そうね。栗ご飯だからね、やっぱり一緒にバランスよく食べてくださいよ。そうやったら、栗だけむして食べればいいっていう。うん、まあ、同じことにな,、ね、なっちゃうから、うん、栗ご飯なんだからね。そう。<laughs> <laughs> 栗ご飯いいね、でもね。いいよね。やっぱ、本当に、その季節を味わうっていう、旬を味わうっていうのは、とても大事なことかなと思いますけれどもね。う,ん,、うん、うん、はい。 時間が変わって13時からの放送でなんだかちょっとし午後ワイドなのんびり感そろそろラジオショッピングでも始めますかってって始めちゃう始めちゃうかまあ一応ね1時からやってまあ3時までやろうともやれないことはないんですけどねまあやれないことはないねいや3時から生放送本当に生放送始まっちゃう始まっちゃうからそこまでね枠はあるからね枠はあるかなと思ってますけどもねはいえ有玉放送局さんはい すけさん、大作さん、毎度,毎度有田玉放送局です。またまたシネマイラに行って映画「パブリック図書館」の奇跡を、えー、見てきました。うん、どんな映画だったかというとアメリカのホームレスの人たちが冬の寒さしのぎに図書館を開放してほしくておう、うん、図書館を乗っ取るみたいな映画でした。本を読むんじゃない 入れさせろと前半は転換がつまんなくて寝てしまいましたけどいいおい <laughs> 寝てしまいましたけど結末はまさかのあんな格好で終わるとらびっくりしてい子から転げ落ちそうになりましたって<ー>全然わからないんですけど <laughs> 映画を作る人の発想は面白いですね。 いやあなたの発想も感想も面白いと思いますけどもま,、ね、また前半のことちょっと誰かに聞きなと思うような <laughs> 寝てたからねね寝てたんだもんねんでも前半展開がつまんなくてって書いてあった <laughs> つまんねえのかって思っちゃうじゃないですか、ね、そんなことないと思いますよ「こんにちはにわに」っていうのはえー、っとこちらははいえー、っとあれどこに書いてあるよ書ないどこに書いてあるよ えーっとこの人、多分けいすけさん大好き主婦あった、もう <laughs> なんで5行目になってやっと名前が出てくるんですか、あなたは <laughs> 時間が早まり売れしいですよっていうふうに書いてくださってます。はいねえー 聞いいいいてててかから買い物でオッケー牧場って書ああるよねあそういうことか、うん、秋の味覚掛川市に越してから知ったのは栗の産地こちらに来て地元の友達ができたもんで毎年栗ちゃんいただけるので栗ご飯炊くと秋感じますね、うん、ケーキ屋さんでも掛川さんの栗を使ったケーキ並びますねポップに掛川さんをつけたモンブランケーキもおいしいねということでねう,ーんうん、えー リクエストバイタイガースって書いてあるんだけど匿名がわかんねえんだけどな <laughs> タイガースならな何でもいいまち,ょっとちょっと探して ってみたいなんかねこの文章の中から何かヒントがあるかもしれないあの栗はねそのやっぱりモンブランも、はい、えとこちら山川さぼの妹さんも、はいえー、モンブランということで写真まで送ってくれましたけど<ー>これ清水の造ウという店の<ー>、えー、モンブラン有名ですね有名,有名ですけれども<ー>あの僕栗蒸ーム使用感が割と好きでね。<laughs> 確かにそうですね、うん、モンブランも好きでクリームしようかが好きだね、<ー>これはやっぱり県西部の方は、さっき言ったか、はい、掛川も産地だし、はい、森も産地だしね、栗、うん、あちこちでと取れてますんで、多いですよね、秋になったらやっぱり、そうですね、うん、9月初めから早いとか、もうね、栗蒸しようかん出してきますね。 結構人気のあるお店はすぐ売り切れちゃって予約をしなきゃいけないとかっていうのがあったりしますけれどもあの栗だけほじって食べるのが好きなんですよねようかんはいらないってことだけ食べる <laughs> めんどくさい人だな本当にほ <laughs> じゃあさ栗だけを買ってやればいいじゃないかいあれがなんとなくちょっとほんのりした甘みがついてるのがいいんですよ そんな山川サボの妹さんは、えー「すいません先週間違えてしまいました」<う>「中秋の名月は10月1日で2日は満月でした」と。あっちに違うんだよねあれねそう <laughs>、うんうん、今回のね10月1日が中秋の名月で 2>, <laughs>、はい、2日が満月ということでしたね、うん、はい皆さん楽しまれたでしょうかといったところで最後の曲にいきたいと思いますはいこれはあの8年越しの花嫁というねう8年越しの花嫁季節の実はこれの映画の「 はい、主題歌になっていました結婚間近3か月前になって奥さんが難病にかかって昏睡状態に陥ってとうと、ん、う6年ぐらいずっと昏睡状態なんでねんで目覚めてからリハビリを経て結婚するという<ー>そういう実話をもとにした<ー>、えー、佐藤健さんと土屋太鳳さんの共演した、うんいいね、太鳳ちゃんがずっと寝てる花嫁やったんだよその主題歌です「バックナンバー」。 またたきえー、聞いていただいておりますバックナンバー、はい、またたきなんですけれども、うん、2017年12月16日公開の、えー、日本映画、えー、八年越しの花嫁奇跡の実話なんですこれでね、はい、あのー、佐藤明さんは日本アカデミー賞優秀主演男優賞土屋、はい、太夫さんは 優秀主演女優賞<う>ということなんだね。うん、で、役所丸ひさん出てるんですが、はい、優秀助演女優賞。<う>さらに、浜松出身の村松隆純さんが優秀音楽賞。<う>これ、村松さんはね、このアカデミー賞の優秀音楽賞は2年連続だったんだね。すごい方が、ここにも浜松さんがかかっていたというようなことでございます。はいうん、さて、えー、っと、秋の味覚で今週はいただきましたけれども、はい、来週10月16日のメッセージテーマは、はい、行ってみたい 秋の名所と<ー>いうことで、g o t o g o t 言ってるんで、ちょっと、はい、もし行けなくても行ってみたいな。そうですね。うん、ことでですね。うん、あ、ここは今年はちょっと行ってみたいって思ってますという、はいえー、行ってみたい秋の名所ください。 ヘイアットマークヘ<ー>マーロー .co.jp h-e-y-f-m-h-a-r-o.co.jp でお待ちしております10月14日水曜日午後1時まであっ2時だ2時までにお送りくださいお待ちしておりますはい、はい、えー、といったところでお花のプレゼント毎週受け付けておりますんで、うん、月末までにあの、ね、寄せていただければメールでね、はい、であのー、次の月の最初の 金曜日に発表させていただきますのでお一人の方にプレゼントということになります自分へのプレゼントでもお友達でもお母さんやとかご親戚とかいろいろあると思いますけれどもいろんな方にプレゼントでも結構ございますのでそうですねはいといったところなんですが何かかございますでしょうお花についてはお花についてはもうさっき全部言いました大丈夫ですさっき途中で言った、準備委員募集中以上。 あ、従業員募集中。そうそう、うん、そうか。経験者。経験者。うん、求むと。まあ、後アルバイト希望のね、方も、あのショップの方を募集してますので。はい。はい。ショップの方っていうと。はい。ですよね。はい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 。これ女性。そうですね。やっぱ女性メインですけど、別に男性ダメってこともないので。いあれってさ、募集する時、男性ダメとか言えないんじゃない。言えないよ。男女雇用機会均等じゃないですか。ね、募集で。 男のアナウンサ惜しくても何も言わないで募集しますか大体。そうですよね。うん。男女ありますよ。うん。本当は希望あるよ。本当は希望あるけど言えないんで公の文章にはできないって思います。はい。といったところでお時間のはなくなってきましたけれども、まあちょっと季節良くなりましたんでね。はい。いろいろ皆さんのびのびといろんなこと楽しめる季節になったかなと思います。そうですね。なんとかな秋っていっぱいあるから。ある。 いろんなことはいお時間なくなりました、うん、この番組は浜松豊橋のお花屋さん「花風車ソイルフラワーズ」の提供でお送りしましたではまた来週ですさよならバイバイ、yeah!